はい、お疲れ様です。オーダーした不次元エキスパート OS のギターですね。えー、制作中の進捗画像が毎回送られてくるんですけど、今回、第3回目の画像が送られてきましたので、その紹介をしていこうと思います。で、まず流れですね。1回目、4月8日に申し込みしまして、えっと、4月21日、約2週間で1個目の進捗の画像が来ました。それが、こちらですね。えっと、ネックの剪定が終わって、木工の荒加工が終わりましたというメールでした。まあ、一通り見ていくと、 こんな感じですね、まあ。木ですね。木。で、ネックがここで初めて、こんなネックになりましたっていう報告でしたね。まあ、非常に綺麗なネックかなと思います。はい。こんな画像が初回届きまして、で、次第2回ですね。5月9日、1回目の画像から約2週間で、下塗り中塗り塗装が終わりましたっていう画像でした。それがこちらです。 えっと、前回の画像だとね、かなりも木っていう感じでしたけど、ここで、まあ、こう、一気にテカテカして、ちょっとびっくりしたんですけど、まあ、下塗りと中塗りっていうのをして、ね、えっと、中塗りっていうのが木材の保護っていうのも役割の他に、着色作業時の仕上がりを良くするための準備作業になっているということですね。で、こんな感じで、まあ、木の状態から、もう2回これ塗装をしたってことですよね。こんな感じで、いい感じに木目が目立つような、 状態になってまますテテカテカしました、ね、で、今回ですね、えっと、5月23日、前回からやっぱり2週間ぐらい経ちまして、3回目の画像が届きました。それがこちらです。えっと、3回目の画像は着色前の 中塗り塗装の研磨作業ですね。前回の画像であれだけテカテカしてたやつを、まあ研磨してしまって、だいぶ印象が変わりますよね。と、まあこの研磨作業なんですけど、塗装面整えることで、ムラなく着色を行うための作業になるらしいですね。と、まあ驚いたのが、やっぱり前回のテカテカだと結構木目が目立ったのが、研磨してこうマットな感じになると、木目がほとんど、 目立たなくなるって、ね、不思議な状況だなと思って。これあの、最初私がギターの塗装の、まあ、トップを、テカテカじゃなくて、艶消し塗装で最初大出しようかなと思ったんですけど、まあ、店頭のスタッフの方から艶消ししたら木目が目立たなくなるっていう話があって、確かにこんなイメージなのかなって思いましたね。艶消しになることでここまで目立たなくなるなと思いましたね、木目が。年輪の木目の方がかなり主張するような状態になるんですね、こうやって研磨されると。で、裏面こんな感じですね。マホカニーの 裏面です。で、表のメイプルですね。まあ、なかなか、まあ、作ってる途中のまさに画像っていったイメージだと感じました。まあ、これを見るとさらに完成が待ち遠しくなってきました。で、この次の工程が着色の工程ですね。ついに色がつきます。で、ここに書いてある通り私はヴィンテージナチュラルっていう色なので、もうほそんなに派手な色じゃなく、そのまま切っていうイメージの色なんですけど、まあ、どんな感じになるか楽しみだなと思います。 で、この第3回が画像3枚しかないんで、まあ、このくらいで終わってしまうんですけど、まあ、次の画像がどんなのが来るか楽しみですね。はい。じゃあ、第3回の進捗な画像の紹介はここで終わりにしようと思います。ありがとうございました。